ミシェル・ウィー、ミシェル・ウィー、ミシェル・サン・ウィー、1989年10月11日隊は、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身の女子、プロゴルファー、韓国系アメリカ人、185センチメートルの長身を生かした、抜群の飛距離を大きな持ち味とする選手。大韓民国出身の両親の間に生まれた、一人っ子、ハワイ生まれ育ち、 父のビョンウク・ウィーは、交通工学者で、元ハーイ大学マノア校観光学部教授、ペンシルベニア大学 PhD、母の母は1985年度の韓国女子、アマチュアゴルフチャンピオンで、元、ミスコリア。父方の祖父は、航空工学者で、ソウル大学公明誉教授のサンキュイ博士。父の手ほどきの下、4歳からゴルフを始め、5歳の、 時には100ヤードを飛ばした。14歳で全米女子アマチュアパブリックリンクスを制覇するなど幼くして天才少女と呼ばれ性別を除けばタイガーウッズ以上の才能の持ち主と称賛された。2002年からプロ選手のトーナメントに挑戦2004年1月ソニーオープンインハワイで PGA ツアーの男子大会に出場する。 2日間を72.68のスコアで回り、第2ラウンドを60台のスコアを記録したことで、注目を集めたが、予選通過ラインに1打及ばず敗退。同年3月のクラフトナビスコ選手権で4位入賞。これらの活躍を評価され14歳のアマチュア選手で、ありながら、同年5月の第5回、ローレウス世界スポーツ賞最優秀新人賞を授与された。 全米女子オープンでは過去に例のない予選免除での出場を認められた。しかし2004年8月の全米女子アマチュア選手権ではマッチプレー2回戦敗退に終わっている。2005年全米女子プロゴルフ選手権には主催者推薦出場枠で出場し15歳で2位入賞。同年7月の第3週に行われた男子のアマチュア大会。 全米アマチュアパブリックリンクスでは準々決勝進。この大会の優勝者にはマスターズの招待資格が与えられるため、ウィーは女子選手初の同大会出場を狙っていた。全英女子オープンにも特別招待選手として出場し3位に入った。2007年6月にプナホースクールを卒業。同年9月からスタンフォード大学へ進学した。学業との両立を聞かれ。 大学へ行かないという選択肢は考えられないと述べた。大学にはゴルフのオフシーズンにしか通わなかったが、コミュニケーション学を専攻し2012年6月に卒業した。学位は文学士・コミュニケーション学専攻。2013年2月21日、韓国法務部の許可を得て、韓国国籍を離脱し、アメリカ国籍となった。2005年10月5日、 16歳の誕生日の6日前に、ホノルルでプロ転校を表明した。プロ転校初戦となったサムスン世界選手権では、スコアの歌唱申告、第3ラウンド、7番ホールで、失格となる。同年11月に、高知県のコチ、高知、シオカントリークラブで行われた、日本ゴルフツアーの男子大会、カシオワールドオープンでも、4オーバーパー、プラス4。 148ストロークで予選を通過できなかった。2006年2月20日付で女子ゴルフにも世界ランキング制度がスタートし、ミシェル・ウィーは最初のランキングで3位に入った。翌週の2月27日には2位となった。このジュニーは彼女の獲得ポイントを単純に出場試合数で割り算した平均点であった。しかし、同年8月8日付から、 世界ランキングの算定方法が変更され、出場試合数の少ない選手でも、すべて35で割り算する方式を採用。全英女子オープン終了後、新方式に基づく世界ランキングで、ロレーナ、オチョア、メキシコが2位となり、ウィーは7位に交代した。この年も11月のカシオワールドオープンに招聘を受けたが、予選2日間で17オーバーパー、プラス17。 161、1> 16 1ストロークを叩いて予選落ちした。2007年、ウィーは両手首に故障を抱え、ゴルフ成績が一気に急降下した。彼女の2007年度メジャー大会成績は以下の通りである。この結果、彼女の世界ランキングも急降下し、2008年3月24日付でついにトップ100位から落ちた。2008年度のメジャー大会は、 出場できたのは全米女子オープンのみで予選落ちに終わる。7月のステートファームクラシックでは3日目終了時点で2位につけようやく復調の兆しを見せたのだがその後2日目の競技終了後スコアカードに署名を忘れる身を犯したことが発覚し失格となった。この失態の直後8月4日付の世界ランキングで自己ワースト順位の 三百十位を記録する。ようやく2008年度のルプがツアー、クオリファイングトーナメント、シード権獲得のための資格試験に合格し、2009年度のツアーシード権を獲得した。合格者は20名で、b は7位で予選会を突破した。2009年、ルプがツアー開幕戦の SBS オープンでは、首位から3打差の2位となった。同年のロレーナ オチョア正体で初優勝した。2010年にはカナディアン女子オープンで2勝目を挙げた。2014年のクラフトナビスコ選手権で2位となり、久々の上位進出となった。2014年の全米女子オープンは、前週の全米オープンと同じコースであるパインハーストナンバー2で開催され、グリーン上は男子と女子が同じ条件でプレーして話題となった大会だが、 Wii はこの大会で念願のメジャー初勝利を果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。